はい、ここはなんて読むのこれ、九州ラーメンなんすかね、これなんて読むんだろう、なんとか丸です。でね、まあこういう感じなんですよ。はい、まあ、感想を言いましょう。感想を、感想はね、残念だった。あのね、あの結構ね、がっつりが来るかなと思ったらあっさりで、あれれれと。どうだった？そうですね、なんか豚骨系だと思ったら違ったみたいな、うん、そうそう、なんかね、ちょっとイメージと違かったんですよ。イメージはあの写真のイメージだと、なんかもうがっつりのこってりのグオーみたいな感じなんですけど、俺と抜けて気が抜けてるぞみたいな。まあまあ美味しいんですよ、美味しいんですけど、やっぱイメージと違ったんで、ちょっと脳が騙されてたみたいな、その感じあるよね。あります、あります。あるよね。あれ、なんかその気で食べてないんで。そう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 。その気で食べてない。そうなんですよ。あれはね、ちょっとね、ちょっとあれですね。あれどっちだっけ？あ、こちら辺だよね。こっちら辺ですね。うん、明日橋本先生はですね、朝一で富士屋カメラに仕入れに行くということで、ここは中野です。中野は休憩ちょっとした休憩休憩所休憩所に、中野はカメラ転売の聖地らしいですからね、富士屋カメラ。みんな並んでんでしょ？あ、並んでます。朝一で、うん、明日僕も並びます。すげえ、朝一でパチ屋かっていう、ね、からこれここにあ、ここだここだここだありましたよ、橋本先生の今日の休憩所、ネットカフェ、はい、ですぐそこ徒歩2分ぐらい、徒歩2分で富士屋カメラあ、富士屋カメラちょっと行って行こうぜ。じゃあ行きましょう。ここから徒歩2分、すごい立地ですよ。ここ2分ぐらいですね多分。富士屋カメラちょっと行ったところにあります。明日おいくら万円ぐらい仕入れるんですか？10万ぐらい仕入れると。はい、ざっと。仕入れられないってことあんの、富士屋カメラで？まあたまにたまにたまにあるんだ、はい、みんなに取られて、あ、みんなに取られて並んでるからなるほどね。すごいね、毎回そのなんか、じゃあ新品があるんだ、新品っていうかその中古が。そうですね、すごいな、毎回なんか、うん、なんでそんなに出てくるんだっていうぐらいありますね。へえなんでそんなに。あ、みんなじゃあもう毎回じゃあその陳列するみたいな、新しいもん。そうですよ、なんか多分毎日来てる人は、うん、おそらくですけど、うん、100は行ってるんじゃないですか、ね、マジで多分。へえ、毎日富士屋カメラに通うみたいな。通っても、うん、どこに何があるっていうか、あ、もう記憶してる、そういうところを把握してれば、うん、多分行ってると思います。へえ、すごいな、もうカメラ転売の聖地富士屋カメラ。あった、富士屋カメラ、富士屋カメラあったじゃないですか。富士屋カメラ、これは何、こっちは違うんだ。これはなんか4品、なるほどね。いやー、すごいですね。いや、来ましたね、あれです、あれ、あ、富士屋カメラありましたよ。富士屋カメラ、富士屋カメラありましたよ。富士屋、ここに並ぶと。ここに朝一で並んで、ちゃんと場所取り並ぶんで。富士屋カメラすごいな、ちゃんと注意書きまで書いてある。すごいっすね、富士屋カメラ転売の聖地ですね。そうですね、うん、はい、富士屋カメラ来ました。で、どう行くんだっけ、あっちか。あ、はい、いやー、中野ね、結構面白いよね、この街並み。なんかそのなんかね、すごいんですよ、なんか入り組んでて、いろんななんかいろんなお店がありますね、入り組んでて。海やから、そうそうそう、なんかいろいろあります、本当に。ありますね、うん、いやー、富士屋カメラ、前、うん、小野田さんの、うん、あの忘年会、うん、新年会ね、新年会ですかね、うん、30人ぐらいで、うん、東京中の買いあさって買いあさって
その時 の、うん、その藤谷カメラ朝一はやっぱり藤谷カメラなんで、うんうん状況がもうやばくて、うん、やばかった。何がどの辺がやばかったの？小野田さんの塾の人だけの行列か。マジで今日で店員の人が今日なんだこれみたいな、なんで30人もおんねんみたいな、しかも全員身内みたいな。そうなんです、異常に長いんですよ行列が。もうその景色がもう笑えてしょうがない。そうなんだ。いやそんな感じですよ。あ、まあ、お宝がいっぱいありますからね。やっぱり稼げるからみんな、うん、30人もみんな来てるんで、ね、普通できなかったら来ないですよ。来ないよね。まああのなんか心配だったら藤谷カメラに来いと、朝一で並んでみろと。そうなんですよ。とりあえず朝一で、とりあえず最初はできなくても、うん、とりあえず並んでみろと。経験はそうやっぱ力となっていくんで。そう、ね、了解。じゃあここのね藤谷カメラから徒歩2分ぐらいのこのインターネットコミックスタート出して、ね、スタート出して。じゃあ橋本先生お疲れ様です。お疲れ様でした。ありがとうございます。また来月か。また来月お願いします。了解。お疲れ様です。ありがとうございます。いいっす。はい、今ですね橋本先生とお別れして藤谷カメラ行ってきましたよ。藤谷カメラ、いや寒い。それにしても寒いですよ。今日帰ってからまた仕事ですからね僕。まさかの仕事ですよ。仕事なんかね、その後書きが長すぎるから修正しろと、後書きを修正しろと言われました。寒い、非常に寒いですよ。いや本当ね、なんかね商店街がすごいですねこれ、うん、この商店街もあれだし、中野サンモール、うん、商店街ですね、うん、寒い。いやでもね今日橋本先生また来て、まあもう本当毎月来てますよ。ほぼ毎月来てますね。で東京来たら必ず仕入れてくると、だから交通費をすぐ交通費以上稼いでくっていうね、これねすごいですよね。お金使ってお金すぐ稼ぐみたいな。やっぱね買い物が好きな人とかもいいかもしれないですね。カメラ転売、買い物が好き、ショッピングが好きだみたいなね、ショッピングしまくってお金がもらえるわけですから。寒い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 、非常に寒い寒い。中野サンプラザ来ましたよ。中野サンプラザ、中野サンプラザですよ。ここら中野サンプラザ駐車場。走る走る俺たちみたいなね、中野サンプラザ、中野サンプラザ、いいや。とりあえず寒い、めちゃくちゃ寒いっすよ。寒すぎる、いや本気寒い。しょんべんしたいな。あ、今から原稿書くのしんどいな。でいでいで、今から原稿書くのしんどいぞ。まあまあまあちょっと削るだけなんで、はい、ということで今からですね帰ろうと思います。いやそれにしてもですね寒いですね。そして今から原稿頑張ります。